内閣総理大臣岸田文雄君。コロナ禍での苦しかった3年間を乗り越え、経済状況は改善しつつあります。変革を力強く進める供給力の強化と、不安定な足元を固め、物価高を乗り越える国民への還元、この2つを車の両輪として総合経済対策を取りまとめ、実行してまいります。